やハロー、どうもこんにちは。アニメリアクション国ことマジラ道元に浜です。はい、現在8月15日月曜日の16時49分 31.1 度、今これ準備中で、15分ぐらいいましたけども、これ絶対まだ上がりますんでね。暑い、はい、今日ちょっと母休みなんで帰ってきたのにね、昨日ね、お仕事あったんで、ちょっと溜まってる分見とかないとこの後溜まってしまうんで、ここでエクストリームハーツの、7話ですね、それとワラワルスのトリアスン、それから花火ちゃんは遅れがち、ちょっと3本見ていこうと思っております。はい、では最後にですね、僕の自己紹介とちょっと悲惨な現状をお話しますんで、まず簡単に名前だけ言っておきます。はい、僕の名前はマジラ道元にハマーと言います。一生瓶乗ってジャグリングしたハーモニカ、そしてタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主、この本の著者です。で、書いてある通り、ちょっとここのワンルームでね、母がちょっと居候としてきてから来月で5年になるんですけども、はい、故に、部屋で撮影ができないだとか、ちょっとそういった過酷な朝まで起きてないといけないとかね、過酷なハンデを持った世界で一番しんどいアニメリアクションですね。よろしくお願いします。はい、では行きましょう。ディアニメストアエクストリームハーツ6話です。3、2、1、スタート。はい、絵が動かないパターンね。これはもうタブレットとこれからすみません。3、2、1、スタート。よし、覚えた。立花由紀のね、でも試合当日になってしまいましたからね。こうなると雪乃が乱入してくるわけないか。はい、ちょっと今もう15分ぐらい準備した時点でもうベタベタです。やばい。でこの風ここしか当たらへんのでね。ということで今日は K4 の扇子持ってきました。ちょっと腕仰ぐように。さあ、前回ね、立花由紀の、日和がスカウトしてきて、練習ね、見学来て言って、気が向いたらちょっと打撃打ってみてみたいなことを言ったら、ファールでね、バットの先っちょの当てただけでものすごい飛ばすスラッガーやったんですよね。だけど、でカラオケもうまかったですね、演歌。だけど、3年前に、父と兄が事故で亡くなったと。で、剣道場の祖父も、病気かなんかで動けなくなった。だから自分が継ぐしかないということで、部活も習い事もやめた。ということで、ほんま有名やったその中学生ソフトボール選手やったけど、中3で消えたという、ね、事実が明らかになりましたね。だけどお母さん的にはこの青春の今しかない時間を、ね、責任感で塗りつぶしてほしくないかなんか、そんなこと言ってましたね。ここからどうやって雪乃を引っ張ってくるのかと、3人でなんとか野球勝とうぜって言ってましたけど、バンシーとかな、ね、ひかさいお母さんは果たして勝てるのか。第1回戦心の剣、
サブタイトル解消したね。なんで17番こんな悪い顔やねん。あははは、笑いになったね。わざとやろこれ。いっちゃん。取られたんかい。あれちゃうの、なんかちょっとチャンスと見せさせといてからね、そうはいかんぞを見せようっていうのかな。あ、プレイヤー、あ、そういうことか。松井秀喜さんのパターンやね、あの高校野球の時の。せっこ、まあまあでも戦略だなそれ。せこいぞ。なんかまだありそうね。敬遠かな、また。
ブーイング出せ、ブーイングを。あ、来た来た来た。来た、いいね、この剣道着のままなんだよね。剣道着のままやんの。下にピアノ。ああ、もう雪のも敬遠か。敬遠打ちに行くんちゃう、誰だっけ、野球選手いたな。中島さんだけか。ホームラン。もうサービスしろしろしろ。逃げんな、もっと言うや客。これ予告ホームランしたらさすがにね。キングオブファイターズよ。あ、デッドボール？入った入った、場外ホームランだ。いやー、3点かこれで。キャッチャーが行くのに変わったからやね。あ、この BGM 好き。いいね。起死回生。おお、7対1。
宣伝したね、なんか。95cm いますもんね。誰新キャラ？ああ、動画投稿してるのかこの子。70回か。されてるされてる70回は。リセちゃんっつったの。あ、楽器もできるの。さっきの方かな。あ、取材。スーパー。スーパータイムセール狙ってんやろ。デオンかな、さっきの方に。あ、顔隠してんのか。チョップでまんの？投げてか。普通にすごいぞ。チョップで、もう縦に横じゃなくて、もうアジャコンがやね。
ああこれはライズのってひなたりぜ、僕はずっとやってますけど再生数少ないですよ。出てくれんじゃない動画に。あ、スカウトか。あ、オープニングに映ってるか。いいな。体感時間15分。さあ、リゼ、あ、小沢アリさんか。おあ、千本木さやかさん出てたね、バンシーのメンバー。あ、お父ちゃん沢木郁也さんなんや。あの燃えるお兄さんの、あ、名前忘れたな、あの狼の、もう32年前ですね。エンディングの絵を覚えてないけど多分変わってるよなこれ。リゼはいいひんけど、この間空いてるところにリゼ入ってくるのかな。あれ選手のエンディングってここ4人になってたっけな。あとで見直します。ここ絶対増えてるよね。32.4度、暑いですけども、はい、あと2本頑張ります。とりあえず、まあ、今回ね、雪の上どのようにして入ってくるかと思ったけど、まさかのおじいちゃんね、ナイスやったね。その、まあ、雪の的にはその、お兄ちゃんとかお父さんみたいな器用じゃない2つのことに集中はできんと、いうことでしたけども、その回り道をして得るものもあるんやっていうのはちょっとね名言でしたよね。うん、でバットを渡す、で渋滞にはまるという、まあまあ王道展開っちゃ王道展開でしたけども、バンシーせっこいねバンシーめっちゃせこかったな。やけどその隅からねボールはそのプレイヤーロボではキャッチできひんかったからって言って、雪乃にね、前回かな変えて全力で投げたっていうのが今回見事にね、何かまされましたよね。でまたバンシーの、リンか、あの、ヒカサイオコさんが、
あ、デッドボール狙ったのかな、一塁に行かせるけどこいつで、そのデッドボール狙いをホームランで打ち返すというすっきりパターン、しかも予告ホームランしたことで観客をも味方につけるというね、まあ、見事な作戦やったなと。で、まあ、7対1で、で、まあ、道場復権に向けてはね、あのヒーローインタビュー、ヒーローインタビュー、じゃ 勝利チームインタビューでね、ちゃんとあの道場をアピールしたのが良かった。で、小日向リゼちゃんの登場ですか。いや、なんかもう最近アニメの中でね、あのラブライブスーパースターのあの、鬼塚夏美もそうですけど、なんかこう活動頑張ってて再生されてないっていうの見たらもうほんまに共感してしまうんですよね。でね、今のリゼちゃんに関してはね、まだ初めて3ヶ月なので全然再生されてませんって、もう3ヶ月であんだけ再生されたら十分ですわと思ってしまいましたけども、まああの空手の技術はなかなかでしたね。あれがあればもちろんライズにとってもまあいい戦力になりそうですし、まあ、どうスカウトするかですよね。楽しみな新キャラ出てきたな。あれちょっとあのオープニングエンディングもう一回見直します。立花由紀のが、だから 2話と今回、2話じゃんわ、3話かと今回の6話でちょっとね、オープニングエンディングちょっと見比べたいと思います。楽しみな展開になってきました。はい、以上アニメリアクションにことマジアニメナンバーでした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどなどよろしくお願いします。あち、はい、じゃあここからは、僕の自己紹介と、悲惨な現状のお話となりますので、興味のある方はここで切ってください。はい、まあ、普段僕はね、子供たちに楽しいマジックもやってますし、ガチなジャグリングもやってます。ではこれもやってますね。で、普段主に子供たちの前でやればできる諦めなくこれを伝えたくてパフォーマンスしてるんですが、まあ、現在ね、コロナに全てぶち壊され2年半ほど仕事がありません。3月までに87連休、次に、26連休、45連休、40連休と続いて、まあ、昨日まで32連休かな、一昨日まででした。で、7月に関しては、23日、24日、2日間だけ仕事決まってたんですが、なんと6日前に僕が発熱、コロナになってしまったんで、7月収入ゼロで、6月と1月と2月もゼロです。で、3、4、5でちょっとあったということで、今年の収入19万円しかありませんという非常に厳しいね、中で生活してます。支援金も一切ないですからね。で、貯金だけでやりくりしてまして、まあなので今 YouTube 頑張ってね、まあなんとか皆さんに、僕を知ってもらおうかなと、知ってもらえればなと思ってやってるんですけれども、見ての通りですね、僕は母とワンルームで同居しているため部屋で撮影ができないんですね。で、夜は寝た後しかできない、故に朝まで起きないといけない、プラス声が出せない。で、今日みたいな休みの日はもうフローでやらなきゃいけない、32.4 度ありますけど、という非常に過酷なね、環境で、世界で一番過酷な環境でアニメのリアクションやってると思ってます。ですが全く再生数伸びず、ずっと2桁です。チャンネル登録も伸びずでね、まあ、しんどい思いしてるんでずっとです。なのでほんまはもうやめたい、やめて普通にアニメ見たい、これが本音なんですが、ですがですよ、やめてしまうとね、もうゼロになってしまうんで、まあ、とにかく把握しばってね、耐えて耐えてやっていけば、その先にいつか、うん、道が開けると、そう信じてですね、アニメのリアクション動画投稿し続けること、今日でなんと871日です。ずっと休みなくやってますんでね。で、なので、ちょっとぜひともね、根性だけでも認めていただければと思ってますんで、応援しちゃってください。ただ僕がパフォーマンスしてる姿を知っていただきたいので、説明文見てください。自己紹介、ホームページ、SNS 各種 PV。プロフィール載っけてます。特にホームページ、そして動画を見ていただきたいと思います。で、いつかね、生でショーを見ていただける日が来ることを願って、僕は節約生活を頑張ってますんで、いつかどこかの会場でお会いしましょう。はい、で、過去のアニメのリアクション動画再生リストに作品別にまとめてます。で、今年9月ですね、もうあと2週間ちょっとでっかい発表ありますんで、お楽しみに。驚きますよ。はい、以上アニメリアクション人ことマジアドキの浜田さん、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼します。